はいどうも皆さん、ようそろおかげまるです。今回も続き口だけ自己ブレやっていきたいと思います。前回ですね、脱出ポットの修理部品を手に入れるために、エネルギー製造所へ向かったんですけれども、どうやら特別作業員の ID カードがないと入れないということで、その近くにあったね、血塗られた洋館へ潜入したんですけれども、そもそも世界観に合わずいきなり洋館がドーン出てきて、なんかそれもそれで不気味だったんですけど、まあ入ってみたもののね、かなりホラー展開が続きまして、さらになんか暴れるロボットがめっちゃペッパーくんって言ってたけど絶対ペッパーくんではないんだけども、だから皆さん安心してください。皆さんのご家庭にいるペッパーくんはきっと暴れません。まあ、そもそもご家庭にペッパーくんがある方がおかしいんだけども、おかしいというかまあ稀なんだけど、まあそんなこと置いといて、稀って言ったまでだよ、別に朝ドラじゃないよ、もういい、この流れはいい。で、いろいろとあって最終的に手に入れたんですけれども、それと同時進行でね、バダレットさんとメルファーさんの争いが起こったりとか、そして最終的にさあじゃあ製造所入ろうと思ったら、究極生命体と思われる顔のついた口だけと遭遇してしまって、リック君が腕を食いちぎられたりとか、まあいろいろなんやかんやあったんですけれども、とりあえず今回はね、今度こそ大スポットの修理部品を手に入れようということで、ひとまずね、バダレットさんは捕まえておいて、リック君は、右腕がやられちゃって療養中っていう感じで、メルファーさんと協力していこうっていう感じ。今日冒頭の説明長かったね言いたいことがいろいろありすぎちゃった。若干ボケすぎちゃった。さあ、痛めるファーさん、早くここを開けてくれよ。究極生命体に会いたくてうずうずしてるんだ。そうだ、忘れてたこんな顔になったんだった。あんたね、主目的は脱出ポットの修理部品の回収だからね。分かってるよ。さあ早く。まったく、行きましょう。さっきここを開けたら言葉を話す口だけが出てきたの。っていうかそもそもあれだよね、その前に出てきた口だけを命令してどかしてたじゃん。あの辺もなんかあんのかな。おお、それは楽しみだね。行くよ。あ、いない。よかった。ちょっとすげえ喉が、すみません、痛かったします、いきなりだけど。はい、すいません、戻ってきました。すいません、なぜかあの喉がうるーってなっちゃった続けていきます。よかった、今はいないみたい。なんだ、がっかり。いい加減にして、危機感持てないなら帰って。まあそりゃそうなるわ。ごめんよ。あついてくるってことか。さあ気合い入れていこう。行くか、じゃあゴー。うーわ、なにこれ。もう進みたくないもんね。あ、ここにいて、回って、なんでもない、回って。よーし、おりこさん、待って、ペット大道芸やる。あ、そういう感じか。なるほどね。これ、メルファーさんにスター前に聞く？あ、聞かないか。口だけ扱いかよ。よし、行こう。おー、来た！これ、触れたら絶対まずいよな。あ、ちゃんと避けてくるわ。どっち行くんだろう。上行ってみるか。あ、行けないわ。あ待って、これ前回のペッパーくん扱いするってこと？メルファーさんをなかなかいい扱いしてくれるじゃない。絶対そういうことだね。あ、待って、違うわ。これ別に踏み続けなくてもいいんだ。ちょっとさ、これ思ったんだけどさ、これの音か。これあれだな、遅いな、メルファーさん手をこう引っ張って歩けないのかな。こっちにもあるね。これ何なんだろう、レーザービームかな。大丈夫？レーザービームって見て、いやで、もう今すごく面白いことを言おうとしたのに絶対大したことない。あ、そうか、これ緑のボタンだとあれなんだね、押し続けなきゃいけないんだ。ちょっとここにいて、でこれでいいのか。なるほど、ついてきて、どいてどいて。あーすごい、お利口さんだな、マジで。ついてきて。なるほど、赤ボタン押せば固定なんだね。でさっきの、ちなみにレーザービームって言っても一郎の方じゃないよって言おうと思ったんだ。そんなに面白くなかったあー右。なんか絶対こういうさ、十字路あったら右行きたくなんだよね。よいしょ。あーなるほど、こうメルファさん違った、ごめん違ったわ。こっち来て。あんた顔黒いな顔黒いな。こっちは？なんかこっちも塞がれてそうだな。どうだ？あ、いける。回ってって。あ、待って、うわ、めちゃ早い。
急にトランザムするのやめてびっくりするから。はい、ここにいといて。あ、待てよ。あ、わかった。これで右が開いて、の、右は赤ボタンの、二人で行きの、突撃の、みたいな感じだな。オッケー。はい、いらっしゃい。やっぱり通れた。で、ここが赤で、はい、オッケー。100万ペリカ。オッケー、大丈夫。さあ、メルファイちゃん、迎えに来たでちゅよ。行きましょう。いやー、あれだな、やっぱり。キャル、いや、早い。あれなんだね、一定数離れると速くなるっていう設定なんだな。いや、ほんとすごいね、このゲーム。設定というか、システムというか、すべてにおいて。ギミックもさ、いろいろと凝ってるしね。何を落としたんだっけ。そう、キャロンちゃんが操作だとやっぱすごい安心する。うわ、すんげえ持ってんじゃん。ポケットパンパンでしょあんた。何あんたポケットにそんないっぱい物入れてんのってなっちゃうよ。しかも全部カード。デュエルできるわ。俺のターン。よし、ごおわびしょ。忘れてた、忘れた頃に。なんとやら、これは上は、あー上に行きたい。あー行けなかったわ。行かなかったことにして。よし、左行こう。まあ大体まっすぐ進む方は最初塞がれてるっていうのがやっぱり。おっ、なんだ。おっ、うわ、橋が溶けちゃったわ。うわ、じゃあこの下のなんかグズグズなってんの、やっぱりあれなのか。おかし、あれなんていうの、その酸的な、恐竜酸的なやつか。向こう岸にスイッチがあるのに僕に任せて。なんだい、どうする気を。どいて。まさか。うわっ、あんた正気。大丈夫。うわわ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 、渡れたよ。いや、頭おかしいんちゃうか、あんたすごい根性ね。連れてきて正解だったね。じゃあマジかよあんた。やっぱちょっとどっかネジ1本どこじゃねえな。多分2、3本抜けてんだわ。3本グランプリだわ。なんだ3本グランプリって。行こう。いや、やばいなこの人。てか手榴弾で顔の皮こんなはだけちゃって、もう冷静っていうか、まあ通常っていうのがもうそもそもおかしいんだよな。あんた体は大丈夫なの。僕は大丈夫さ。究極生命体に会うことを考えると痛みなんて感じないね。じゃあ会い終わったと絶対感じんじゃねえか。とんだ変態ね。海洋星に戻ったらいい病院紹介してあげるわ。でも教授だからなこの人。これで世の中やっぱ数奇な人がいるもんだよ。これ右はどうだい。右に行けって感じじゃないか。お、道が細いね。あ、室内だ。室内だね。ここはもともと何の施設なんだろう。地下水路とかかな。あ、ロッカーとかいろいろあるけど、これロッカーじゃねえか、メーターかな。うん、なんか光ってる。てかあそこにドアがあんね。めっちゃ血塗られてるけど。血塗られてるってすごいなんかさ、可愛くない、言葉的に。すんげえ怖い言葉なのに、血塗られてるっていうさ、なんかちょっと可愛い響きあるよね。すごい、どうでもいいね、ごめんね。これ脱出ボットの修理部品じゃない。あ、嘘、完結した。思ったより早く見つかったね。やったー。さあ早く戻らないと。もうちょっと探索したかった感じはある。キャロン、何を。脱出するためのピースは揃った。これでいよいよ海洋船に戻れるね。あ、そうだよ、二人は動けないんだから、もうこの二人で脱出できちゃうんだ。そうね、さっさとこんなところおさらばしたいわ。僕はそうは思わないな。なんで。月を脱出するという一つの目標に対して君と一緒に頑張って向かっていくこの時間は僕にとってとても楽しかったからね。ありがとうキャロン。何よ気持ち悪い、突然どうしたの。その辺のキノコ食べた。思えば君が口だけを恐れず果敢に挑戦してくれたからこそ今がある。君は、外面だけでなく内面も美しい。本当に素晴らしい女性さ。そうかな、内面に関してはちょっとやっぱりあのプレイヤーとして操作してる部分もあったから、その思うところはあるけどね。何それ、口説いてるの。でも残念、そんな顔で言われても全然ロマンチックじゃないわ。それはそうだね。口説いてるだなんてとんでもない。僕なんか君にはもったいないよ。付き合おうなんて夢にも思ってないさ。ん、僕なんか君にはもったいないって逆じゃね。だからせめてお礼をさせてくれ。俺？うん、君のおかげで月を脱出できる俺。何を。待って、やね、やね、やな予感すんな。
君を驚かせたいんだ。少し後ろを向いてくれるかな。もうめんどくさいわね。まあそう言わずに。わあやだ。ほらーやるじゃん。ちょっと何よこれ。だから僕のお礼だって。どういう意味を。僕はね、君と同盟を組んだ時から君を裏切る気でいたんだ。なぜなら君を脱出させたら脱出スポットが足りなくなるからね。なんでそうなるのよ。脱出スポットの数は2つ、私とあんたでちょうどじゃないの。ところがそうじゃないんだ。月から脱出するのは僕と言うと思った今。究極生命体さ。どういうこと。僕は生物学者だよ。究極生命体を持ち帰って研究対象にするに決まってるじゃないか。知らんわ。メルバさんが抱きかかえて一緒に乗れ。はじめは脱出できる条件が整ったらすぐに君を殺す気でいたんだけど、君の奮闘っぷりを見てたらさすがに情が芽生えてね。名誉ある殺し方をしてあげることにしたんだ。名誉ある殺し方。そう、君を捕らえてるそのネットはただのネットではない。動物の剥製を作るためのものなんだ。ただ、殺すだけではなく剥製としてこの世に残してあげようと思ってね。剥製。そのネットは次第に溶けて君の皮膚に液体として浸透していく。えぐ。そして内臓など腐りやすい臓器をドロドロに溶かす。最後に体液を凝固させて美しい剥製の完成さ。臓器が溶けるときはかなり苦しいらしいけど、その苦しみと引き換えに剥製として永遠にこの世に肉体を残すことができるんだ。素晴らしいと思わないかい。これが僕の君へのお礼さ。あんたやっぱり狂ってるわ。さて、君から脱出に必要なアイテムを回収させてもらうよ。そんな、やめて。うわ、そんなとこ触らないで。この変態。あ、そうか、 ID カードもね。やられた。それじゃあ僕は究極生命体を探しに行ってくるよ。さようならキャロン。永遠に。最悪だ。でも絶対やられるとは思ってたんだよな。絶対怪しかったもん。まずいわ。このネットから脱出する方法を探さないと。ネットを剥がす、助けを呼ぶ、床を叩く、諦める。床がボロボロなの絶対そうでしょう。床を叩く。あのゲス男、私をこんな目に合わせやがって。私以外私じゃないの。あ、違ったか。ゲスだけにね、ゲスだけにね。で、イライラしてる場合じゃないわ。こういう時こそ冷静に。お、当てた。床に穴が、落ち。いたた。ネット外れたんじゃない？よし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 。うわあ、よかったね、あの硫酸みたいなやつじゃなくて。ここはどこ？嫌な感じのところね。早く脱出しないと。またこの足元を取られるやつやだ。足元かんな。さあ、あ、うわ、待って、なんかブクブクしてるなあ。れ、触れたくねえ。なんでかって？やだよ。今までセーブがなかったから、触れたくないって思ったけど、セーブがあったから触れてもいいんじゃないかってちょっと思ってる今。あえて触れてみる？うわあ、なんもなかったんかーい。なんもなかった後の過ぎ去りし時に訪れし恐怖。どういうこと？これは左にもなんかあるけど、あー、これは回ってる感じっぽいな。うわ、ですよね。あぶね。やだ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 。よし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 。バカめ。うわぁ、バカめ。これど、あ、待って、これ多分違うね。ここだ。やだ。うしうし、すげえ。あ、地球のかけら。よし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 。この時の音楽俺好き。
してついでに、こ、よし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 、天の冴え、あー完璧です。オッケー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 、うまいね。うまいんじゃない、あなた筋があるわね。うちで修行してみない。よーし、オッケー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 。今回俺トークめっちゃさキレありない、なんか今日なんだ、テンション高いのかな、俺知らないけど今日すげえキレある気。そうですよね、そうですよね、そうですよね、そうですよね。千鳥、よーし戻ってきた。ここどうするかだよな。右にあそこがあるのがちょっと気になる。これ右行くやつだ、頼む。おーし、いける。でこうか、頼むよ頼むよ、よし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 。あ、またなんか喉が失礼、なんだろう、今日喉がちょっと、いがりみが深いわ。今日喉の、なんだそれ。今日喉のいがりみが深いわ。あー、セーブがあるけど、血がボーン。やだ。血がボーンってまさにブラッドボーンじゃねえか。よし、オッケー。オッケー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 。こう、なんかこのちょいちょい、ん?ちょいちょい姿を見せるこの血がやだわ、俺。これ。多分下行くべきだよね、多分ね。絶対戻ってくる。ほら、戻ってくる。はい、やべ、あー、ギリギリー。よし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 。いいね。この血垂れてる演出やばいなー。俺、怖いわ。あ、あ、よし。こっちで合ってるかなー。え?全然合ってない。ただただ怖い絵画があった。左行こう。左行かない。左行かない、俺。これみんなぐるぐる回ってる感じかな。右行ってみよう。行くぞ。よし。なるべく端っこを走ろう。あ、そうっぽい。ぐるぐるしてるっぽい。この血だまりの中をぐるぐるしている。ああ、やっちゃった!バカ!なんでそんなことを。よし、来たよ。このまま右回りで行けばいいのかな。半時計回り。うおー、なるほど。うおー、なるほど。待ってくれ、ださい。待ってくれさい。大丈夫ね。よし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 。これ右正解。うおー、あ、ギリギリ。正解っぽいな。いや、根拠はねえんだけど。根拠は特にねえんだけど。あ、これさっき、待って、待って、お願い。あ、待って、お願い。これさっき、ここの海岸のとこから見たやつだね。で、こっちだろ。よし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 。うましじゃない。あ、かわいい。これあれだね。毎回見、可愛くない。一瞬で可愛くないくなった。セーブ欲しい。セーブ欲しい。音楽が止まったー。あ、あ、階段だ。これ下ってんのか登ってんのか。登ってんのかな。象がすごいね。え、なに?はあ、血を帯びたのね。あなたも。おーい。あ、いるわ。普通にいるわ。よし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 。結構深いとこ来てんじゃない?これ。あれ待って、これ。あれ待って、これ。あ、あ、なるほど。入ったら死ぬとこ、ここに繋がってんのか。ははー、なるほどね。そう、あそこ入れないのはちょっとなと思ってたのよ、おかしいなと。なるほど。やっと外に出られたわ。でも休んでる暇はない。メルファーから奪われたものを取り返さないと。メルファーは、エネルギー製造工場の深部に向かってるはず。追いかけましょう。オッケー、行こう。さあ、結構終盤に近づいてる気もしてきましたね。こっちでね、よしよしよし。また行かなきゃいけないのか。やだな。またこのなんか、何この、なんていうの、ファンタ、ファンタマスカット味みたいな色してるやつ。ここはもう全部一回解放したから、先に進みやすいね。基本的に全部まっすぐだもんね。いやー、まさか戻ってくるとは思ってねえんじゃないか、メルバーさんも。ここで裏をついてやろうぜ。あ、あ、ここも突破したやつか。おお、そうだった。で、こっちだよね。さあ、ここか。こっちすれば俺ら左行ってないけど、左はなんかあんのかい?あ、ここか。あ、そうか。左がこれか。で、右行って、あそこで捕まっちゃったんだよな。じゃあ、まっすぐ行こう。
開いてるね。あ、ここも多分飛び越えていったんだろうな。特別作業員カードをやったんだろうな。何これ、研究所っぽい。あー嘘、研究所っぽくない絵がすごい飾ってあるな。これアキラみたいなの、セーブ欲しいけど。あ、いた。待って、セーブないんですか。セーブはないです。行くわ。ここでセーブとか甘えはしちゃダメだ。あいつもでも同じように光ってんだな。踏み入れてみる、領域に。あ、で右に扉があるな。待って、あれ踏み入れちゃいけなさそうだな。ちくしょう、取られてる。うわー、もうこれ領域に踏み込むしかねえ。行くよ、へい。うわ、横もえぐい。怖いか、小娘よ。大丈夫だ、恐れることはない。あなた一体何者なの。その前に、お前は何をしにここへ来た。私を捕らえに来たのか。いいえ、違うわ。私は地球が滅びた謎を解明しに地球へ行こうとしていたら、撃ち落とされてここに来たの。今はここから脱出する方法を探しているところよ。そうか。もしお前が私を捕らえに来たのならば。メルバーさん、この男のようになっていただろう。メルファ。さて、お前は名前は何という。